高畑歌唱大賞ロマン館は愛媛県東恩市にある美術館である。もともとはファームが開設した足立の章と呼ばれる大賞ロマンをテーマとしたテーマパークの付随施設として建築されたが足立の章が閉鎖された時に独立運営となった。1990年に温泉郡茂野部長に足立の章と共に開館。高畑歌唱の雑誌の表紙、挿絵、 日本画など多岐にわたる貴重なコレクション4300点を収蔵している。2001年に足立の章が閉鎖。跡地は愛媛ワンワン村となったが愛媛ワンワン村も2006年8月31日で閉鎖となった。大正ロマン館の入場者数はオープン当初年間7万人であったが2006年までに年間7000人に減った。建物は 自己所有であったが、土地は民間企業からの賃借であった。また付随するテーマパークが廃止され、立地無郊外であるために集客力を不安視されている。2004年に大正イマジュリー学会を設立一般からも会員を募っている。ABCDEFGH キロに立つ大正ロマン館隣接施設協閉園集客への 影響懸念今後の運営方針模索2006年8月31日、愛媛新聞長官、総業 AB、高畑歌唱対象ロマン館、サントリー地域文化賞、サントリー文化財団、2014年1月27日閲覧、AB、快速、役員名簿、対象イマジュリー学会、2014年1月27日閲覧、対象イマジュリー学会、 第26回研究会高畑歌唱対象ロマン館ブログ2014年1月27日閲覧会社概要株式会社区内古町建築事務所2014年1月27日閲覧ありがとうございます